おはよう、城之内。今回は、全然似てねえや。全然似てねえからやめるわ。本日は、遊戯王オフィシャルカードゲーム、デュエルモンスターズ、デュエリストパック、宵闇のデュエリスト編。こちらをね、開封していきたいと思います。で、うちに放置され続けました、このパック。今更になって、開封していこうと思います。ちょっといろいろやることがありましてね、だいぶ開封するのが遅くなってしまいました。今回はですね、デュエリストパックなんですけど、4ボックス買ってきたんですけども、闇割りと、あと、それから、なんだっけな、アポリアと、ロバ、エスパロバの3人の、デッキが強化されるということで、まあ、気候帝と、要は、ウォーのよく死ぬ竜、ウォーのよく死ぬ竜が、強化されて、介護されて、ラーに、やっとなれるんじゃないかって言われてるんですよ。ウォーがラーになれる、瞬間なんですよ、このボックス。だからラーの抑止流系のカードはちょっと中心に読みながら、進めていきたいなと思います。と、あと、気候帝とアポリアのね。と、あと、サイコショッカー。ハゲ強化、急に。ということで、早速ね、ちょっと1ボックスはちゃんと普通に上げて、で、あと残り3ボックスは、また結果上げドンみたいな感じでいきたいなと思うんですけど、このボックスにラーの抑止流が入ってんだけど、なんかホログラフィックレア、ホロレアが入ってるんだって。で、なんか12ボックスに、1枚ぐらいの封入確率らしいんで、噂によると。これをね、まあ、4ボックス買ったんで、ちょっと4枚上げて、4枚当てていきたいなと、思っております。早速、行きましょう。レアリティはね、ウルトラレア5、スーパーレア7、レア9、ノーマル24らしいわ。封入は多分15だと思うんで、まあ全部は揃わないですよっていう例によってあれだな。まあ4ボックスで、まあ3枚揃うかどうかわかんないっていうか、まあ揃わないと思うんだけど、まあそしたらメルカリだ。さあ、1ボックス目、開封していきましょう。死者蘇生、最高ロード、パー、ホールディングアームズ、強いのかな？真実の名、これ、マリックっていうかさ、アテムのカードじゃないの？ ATM のカードの気がするけどな、これ。最高ギガサイバー。これはあれか、魔導ギガサイバーの、なんか最高バーみたいなやつか。ワイズライン来た。スキエルインフィニティ。まあ、気候もね、入ってるんでね。アポリアさんのカード結構入ってるんでね。左腕の代償。お、なるほど。これなんか原作で、闇マリックが、確か、死者蘇生を、これをサーチするために使って、で、アテムに、エクスチェンジで持ってきた死者蘇生取られるっていう、確かそんなようなシーンがあった気がしますね。で、わメタルリフレクトスライム入ってんの嬉しいな。これはあれですね、トラップモンスターですね、基本的には。水属、水、星10、光、0、種3000のモンスターとなって、モンスターゾーンに特殊召喚されますよと。結構、今回のね、ゴッドスライムっていうやつがいるんだけど、なんかそれと相性がいいんだよね。宇宙との交信、いいね。まあ、そこそこ強いな、これ。人造人間、最高リターナー、は。最高ジャッカー、ブレインコントロールもあったか。確かに。グランエル、お、出ました！これあれですよ。アポリアさんが最後。あ、アポリアってさ、なんか、アポリアってグランエルに恋人も親も殺されてんだね。で、最後の最後さ、アフターグロー引こうとして、ラストシーン、5Dsの。で、まあ、ラストシーンっていうか、まあ、アポリアのラストシーン。なんか、アフターグロー引こうとして、最終的に引いたのがグランエルっていう。恋人もグランエルに殺されていて、両親もグランエルに殺されていて、で、自分は最終的に殺したのもグランエルだったっていうね。これかなり悲しい。そこまで作り込まれてたんだって思った。見返していて、イニシエの呪文。かっかっこいい。ちょっとこれ見て。ラーの球体系からこう、本体を表す前なの。光ってる時に。効果は、自分のデッキ墓地から、ラーの抑止流1体を選んで手札に加える。ほっ！このターン自分は通常召喚に加えて、自分のメインフェーズにアドバンス召喚できる。強い！強い！カードアドバンス系の、そのアドバンス召喚の召喚権増やしながら、しかもラー持ってこれるっていう、バカ強いな、これ。ラー、サーチ、確定じゃん。めっちゃ強いわ。今まではね、結構ね、真実の名とかね、あれでサーチしてましたからね、頑張ってね。墓地のこのカードを除外して、発動後、このターン中に自分がラーの抑止流、のアドバンス召喚に成功した場合、元々の攻守がアドバンス召喚のためにリリースしたモンスターの元々の攻守を合計した数値になる。やべ、これリンクスだよね、もう。もう育ってきたら、生贄を束ねる力っていうスキル、皆さんご存知ですか？リンクスの話ってどんぐらいの人がわかるか。ちょ、わかんないんだけど、生贄を束ねる力を得ました。これ、マジ原作再現だな。相当ラーはね、介護されてるわ。強化っていう名の、介護されて、やっと、ウォーが、神玉であった、神切れであったウォーが、ラーに進化できるんですよ。今回のパックは。これ嬉しい。早くラーデッキ組みてえな。なお対戦相手いない。まあ、対戦相手っていうか、友達がいないっていうか、誰か友達になってください。お、マシニクルインフィニティ、かっけえこれ。ザ・アポリアみたいなの見てほしいんだよな、こいつな。かっこいいわ。かっこいい。千年のケイジ。このカード、の、1、2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できないよ。ていうことだから、原神従属、まあ、神だね。神を墓地に送ると自分のデッキ墓地から死者蘇生1枚を選んで手札に加えろ。蘇生、まさかの
死者蘇生サーチが、死者蘇生サーチカードが入りました。すごい。魔法トラップゾーンの表側表示のこのカードを墓地送ると、蘇生によって自分の墓地のラーの抑心流を召喚条件を無視して特殊召喚できる。なるほど。ついに特殊召喚が一切できなかったラーに、ラーだけ、あれすごいんですよ。オシリスとオベリスクは特殊召喚できるのに、ラーだけできないんですよ。おかしくないですか？これができるようになりましたね。これで、自分の墓地のラーの後ろに召喚条件無視して特殊召喚する。この効果が発動したターンのエンドフェーズに、蘇生の効果で特殊召喚されたラーの抑止力は墓地を送ると。あ、なるほどね。だからもう一体だけはぶられていた、ラー、まあラーとかウォーさんをラーにするってことですよ。つまり、蘇生サーチちょっと強そう。蘇生サーチちょっと強そうじゃね？ジュラゲド、懐かしいね。遺伝の増幅器も入ってる。太陽神こいつなんだそれ。このカードの ① ② の効果は同一チェーン上では発動できず、自分のフィールドに元々のカード名がラーのモンスターが存在する場合、セットしたターンでも発動できる。え、強い。なるほど。自分の相手のメインフェーズに、100ライフポイントになるようにライフを払って発動できる。お、自分のフィールドの特殊召喚されたラーの抑止力を選び、攻守を払った数字をアップする。お、なるほど。これあれか、まあでも、ラー自身にその効果がついてるから、一応あれだね、多分、蘇生で、このさっきの千年の啓示とかで、蘇生したラーの、打点をちょっとアップしてあげるとか、そういう感じなのかな多分ね。もともと効果ついてるからね、そういう効果は一応。ウォーでも。丸2番。一旦一度、自分のフィールドにラーの抑心流一体をリリースして、攻撃力分だけライフ回復する。ああ、なるほど。まあ、行ってこいみたいなことか。殴って、またリリースして回復みたいなことができるのね。ほう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 。なるほど。で、ハゲ、証明写真、マキュラ来たー！このカード名の効果は、一ターンに一度しか使用できないというね。狙ったがかけられて帰ってきました。初見にマキュラさん、かわいそうに。まあ、でも一生戻ってこれないと思ってたので、全員が。よかったですよね。戻ってこれて。まあ、だけど。モンスターゾーンから墓地を送られた場合、あ、モンスターゾーンからになったんだ。あれ、もともとだっけマキュラって。え、ちょっと待ってくれ。ちげえよな。あれだ、墓地送られたターンだ。墓地送られたターンだ。どっから送られてもよかったんだよな、昔は。だから、フィールドにまず出さないといけないって感じだね、多分ね。まあ、出すだけだったら、多分なんか、こっち戦士族なんですよ。これどう考えても悪魔か機械やんけ、みたいな見た目してるんですけど、これ戦士族なんで、まあ、イゾルデとかから出せるらしいですよ。マキラさんはね、フィールドに。結構簡単に出てくるっていう話は聞きました。電脳エナジーショック。そんなカードあれだ、こんなような、これって真偽だな。このカード名のカードは一ターンに1枚しか発動できないよ。自分のフィールドに、ハゲが存在すると、フィールドのカードを1枚対象にして、破壊しますよ。なるほど。この効果で、フィールドのトラップカードを破壊した場合、フィールドの表側表示のカードを1枚選んで、効果をターン終了時まで無効にする。フィールドの全ての人造人間サイコショッカーの攻撃力が800ポイントアップする。なるほど。そんななんか別にそんな強くねえな。まあでも、一応破壊できるから、まあ、あれか、ショッカーを破壊することはねえからな。デッキに、あ、ガーディアンスライム、これがね、これが強いらしい。下調べしたところによると、このカード名の ① ② ③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用ができませんよと。自分が戦闘効果でダメージを受けた場合に、手札から特殊召喚できますよ。まあ、ほうほうほう。まあ、要は、あれだな。ダメージだから、これあれやな。自分でダメージ受けてもいけるな、これ。エンタメージとか、墓地から出てくるやつ。とか、ゼフィロスとか、あっち系だったらいけんな、多分。このカードが相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、守備力がダメージ計算時のみ、相手モンスターの攻撃力分アップする。まあ、イメージ的には、あれですね。大山彦。妖精獣の。大谷翔平みたいな効果ですね。マナサマン、このカードが手札、フィールドから墓地を送られた場合に、デッキからラーのカード名が記された魔法トラップカードを1枚出てくると。だからこれが、あれださ、強いらしいわ。この丸三番の効果が。だからまずこれを場に出すっていうことをしなきゃいけなくて、攻守ゼロなんで、まあ、クリッターとかでサーチできるし、まあ、出すことだけは特殊感できるんで簡単だから、まあそんな感じで出してくるのかな、多分ね。デッキから直接出すとかはちょっと難しいような気もしないでもないけど、リアクタースライム。ほう。自分のメインフェーズに、自分のフィールドにスライムモンスタートークン、水属水、星1、攻守500、2体を特殊召喚する。このターン、自分は、原神持続モンスターしか召喚特殊感できない。ああ、なるほど。でもあれだもんね。なんか召喚権増やすみたいな。なんだっけ、真実の名じゃなくて、イニシエの呪文があるから、一応多分これ使って、トークン2体出して、あと1体いれば、出せんだな、すぐ。これリリースしないな、自分。自分メインフェーズ発動する。自分フィードにモンスタートークン2体特殊召喚する。だから、あ、これ3体なんだ。
強い。即座にラー出せると。自分の相手のバトルフェーズにこのカードをリリースして、手札デッキ墓地からメタルリフレクトスライム1枚選んで、自分の魔法トラップゾーンにセットする。この子からセットしたカードはセットしたんでも発動できる。おお、これ強くない？これ結構強いんだが、これはガン積みだな多分。なんかラーデッキ楽しそうじゃない？絶対組むわ、絶対組む。ちょ、ホロラー3枚当てるわ。脅威の人造人間サイコショッカー、かっこいい。このカード名の1番2の効果は、それぞれ1ターンに1度しか使用できませんよ。1番、自分か相手のフィールド墓地に、トラップカードが存在する場合に手札から特殊召喚できる。で、この効果で特殊召喚したこのカードの、レベルはターン終了時まで6になる。こいついくつなんだ？7なんだ。なるほど。自分め相手のメインフェーズにこのカードをリリースし、自分の手札墓地から人造人間サイコショッカー1体を選んで特殊召喚すると。あ、だから墓地からいけるのはちょっと強いね。その後相手のフィールドのトラップカードを全て破壊する。そのカードがセットされている場合めくって確認すると。まあ、要は、サイコショッカーを、まあ、手札が墓地から出しながら、まあ、セットしたカードを破壊するっていう効果なんですけど、トラップカードだったらね。そもそも論言っていいですか？これショッカーさんって、トラップカードを発動できないんですよ。いた場合。だから、これ破壊する意味あるっていう。ちょ、すごい根本的な問題で、破壊する意味あんのっていう問題があるんだよね。俺の中では。これ皆さんどう思いますか？出てきて破壊するってよくわかんなくない？これ別にトラップなんだったらさ、こいつ出たらもうおしまいやんけっていう。魔法破壊しろよみたいな。サイコショッカーっぽくないけど、全然。なんかちょっとね、なんかなんでみたいな効果持ってんだよね、こいつ。なんだこれ。普及の特殊合金。なんだこれ。自分のフィールドの、人造人間サイコショッカーが存在する場合、自分のフィールドの全ての機械族モンスターはターン終了時まで相手の効果では破壊されない。ああ、そこそこ強いな。自分のフィールドの機械族モンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果が発動した時に効果を無効にすると。ショッカー出さないといけないってことか。まあでもショッカー出す方法は、まあ結構たくさんあるんでね、今ね。まあ、割とそんなに難しくないかなって感じだけど。ゴッドブレイズキャノン、かっこいい。必殺技カードあるんだね。ゴッドブレイズキャノンですよ。ゴッドブレイズキャノン。まあ、ラーの、ラーとか、ウォーの。必殺技ですね。ゴッドブレイズキャノン。自分のフィールドのラーの翼神竜1体を選び、そのモンスターはターン終了時まで以下の効果を得る。このカードの発動と効果は無効化されないと。このカードは相手の効果を受けないよと。で、このカードが戦闘から攻撃宣言時に、このターン攻撃宣言をしていない他のモンスターをリリースして、攻撃力はターン終了時までリリースしたモンスターの攻撃力分アップすると。なるほど、集約できるんだね。だから受け継がれる力みたいな感じだ。このカードが、攻撃したダメージ計算後に、相手のフィールドのモンスターを全て墓地に送る。おお、強いね。これ墓地に送るって強くね。これしかもダメージ計算後だから別に効果使えるもんな。これはシンプルにこの一番下の効果結構強いぞ。対象取らねえし、体勢無視できるし、結構ね、一番下の効果結構強いですね。これね、なんか、聞いたところによると、ブレイズキャノンって書いてあるから、ボルカニックロケットでサーチできるらしい。めちゃくちゃどうでもいいコンボ。だから、ボルカニックロケットで召喚した時に、ブレイズキャノンサーチできるから、これサーチできるらしいよ。クソ、どうでもいいコンボ。オブリガード、増幅器、マキュラ、マキュラどんだけ出る？マキュラどんだけ出る？クロニクル、気候統制と。なるほど。結構、良かったっすね。まあ、欲しいカード、ガーディアンスライムが出てくれたんで、これな。これ結構嬉しいな、これ。あとは、ちょっとラー出て欲しい感あるけどね。1枚くらいは、まあ、4枚とはふざけて言ってるけど、1枚は出て欲しいなっていう感じはあるね。まあ、ちょっと、2、3、4ボックス目はね、まあ、まとめても結果だけドンとお見せしたいなと思います。さあ、これ2ボックス目、3ボックス目、4ボックス目、あ、これ横列ね、横列。で、これが1ボックス目なんですけども、アポリアに愛されすぎ。あと、ラー出ねえ。ちょ、ラー出なかったわ。すまねえ。ラー出なかったー。ちょ、別にホロー集める必要もねえかなと思うけどね。ちょ、アポリア出すぎだろ。気候喪失、気候喪失、気候喪失。インフィニティコア、インフィニティコア、インフィニティコア。アプソープション、アプソープション。ドレスキャリアとか。出すぎだろ。どんだけ出んだよ、アポリア。ちょっとまあ、嫌いじゃないんだよ。
気候で聞くんだほうがいいのかな、もはや。もはやちょっと気候で聞くみたいな話もあるけど、ちょっとまあ、やってないカードでご紹介したいのは、これですね。ゴッドスライム。このモンスター結構強くて、水属モンスタープラス水属性レベル10モンスターで融合召喚できるんだけど、この融合召喚以外にも出せて、自分のフィールドの攻撃力0の水属レベル10のモンスターを、リリースすると、エクストラデッキが特殊召喚できるよと。だから、メタルリフレクトスライムとか、ガーディアンスライムとかあるじゃないですか。あの辺のカードをリリースすると出せますよっていうね。モンスターをアドバンス召喚する場合、このカードは3体分のリリースにできると。だからこれ出しちゃえば、ウォーが出せるんですよ、もう。まあ、ウォーじゃないね、もうね。もはやもうここまで来るとラーになるんだけど、ラーを出せますよと。で、このカードは、戦闘では破壊されず、ゴッドスライム以外の自分のフィールドのモンスターを攻撃対象もできず、交換対象もできないということで、今だからいわゆる手塚ゾーンって言われている紙芝居の塚、あれを発動すると、ゴッドスライムも対象にということができなくなるんで、まあ、全員に対象耐性を与えることができると。だから結構強いですね。目は紙芝居の塚芸になるかなっていう。だからね、神出さずにね、もはやね、このゴッドスライムで殴っていけみたいな、ゴッドスライムビートみたいな、デッキもできんじゃないかなってちょっと思ってるんだけども、まあ、これはね、結構ね、出しやすいと思う。結構、メタルリフレクトスライムとか、これのガーディアンスライムで出せるから。あと、ついにね、リンクスミンにお知らせでね、宇宙の法則っていうね、もはやね、スキルがね、ついにカード化しました。スキルがカード化しました。なんと、リンクスミン待望のスキルカード化のお知らせ。まあ、そんなところかな。ちょっとですね、これではですね、ラーデッキがもう全然組めないんで、まあ、ちょっとシングル買い不可避って感じにはなっちゃうんですけども、まあ、でも嬉しいですよ。少なくとも、ウォーではなくなるよ。これは。これはラーだね。これはラーだ。ラー専用の、もう完全にラーを活躍させるための構築が多分できると思うんで、これデッキを組んでですね、まあ、そうですね、ちょっと僕友達いないんですけども、まあ、誰かと対戦して、ちょっと動画開けたいなと思います。神はさすがに。はい。というわけで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また、次のね、動画でお会いしましょう。じゃあな。じゃあな。